サンマルエスティマ、今回ね、前のサンルーフはちょっと前が沈んでいう感じやな、上がってけえへんってことやもんな。これをねちょっとどないになってるか見ていきます。わかるかな、前がもうちょっとこう浮き上がらないね。一回これでやってみます。ちょこれでねちょっと見ていきます。ちょっとどうなのかな、とりあえずねこの外してる取り付けステアをね、両方ともね取り付けてからちょっとね確認します。これで一回ちょっと閉めてくれへん。引っ張って閉めたり、ああ普通に閉めてみてくれへん。うん、オッケーオッケー。一回ちょっと見てみて。ちょっとマシやろ。うん、マシはマシですけど、やっぱり沈んでます。この前のステが上げてネジを外したことによってペラペラやから、うん、あ ここの部分だ。そうそうそう、このステが沈み込んで曲がってんね。だから引っ張られてる状態、だからこっちに戻した時にここがへこんでる状態、うん、だからちょっとこれをこのステをちょっと浮き上がらせれたら最高やねんけど、一回ちょっとやってみようか、はい、邪魔くさいからやりたくないっていう、ね、これな、これを見たら今上げたやん、これ、はい、これをこう上げたらあかんと思う。で、こいつがこう上げたことによって下に、うん、沈み込んでんねんな、うん、だからつてが多分不安曲になってると思うね。これ難しいな、これ難しいな。これつけたままステをやったら割れそうやから一回ガラス外そうかな。いけるかな、クラなんてとりあえず外そう。だから思うにこのこいつが上げた時に重みで多分ぐって反ってね、下がるこう反ってるもんな、こうかな、ちょっとさ、それって、うん、それってそれったらあれか、左もそうなんですか。こいつがもうちょっとここ浮き上がらなかった、これってプラチックやもんな。一回ちょっとプラハンで軽く叩いてみようか。ちょっと暗いですかね。ここをコンコンと叩いてちょっと反らします。あかんかったらね、ここに何かね挟みます。動画の編集とかも自分でやってるんですか。はい、動画ね、とりあえずね、こう叩いてこうなってたやつをちょっとねこういうふうにして、でそれでね多分起き上がったと思うんで、一回これでね取り付けます。今ねちょっとやったらね、この高さの浮きはね
もうあと3ミリ、3ミリ、4ミリ出てほしいかないう感じやけどね。でもね、やっぱりね、この水がよく入るのはね、ここの隙間の原因です。ゴムがね、縮んでます。でもこっちはちょっとマシやけど、向こうはちょっとまだ沈んでんな。ちょっとこっちのがちょっとやっぱり左側のがまだ出が悪いね。そっちがちょっとマシになってんけどな。でもやっぱりこれゴムが縮んでるわ。だからもう前側の隙間が完全にあるもん、うん、だからこうなあこれで浮いてくれたよ。これで押してね、浮いてくれたらいいね。これね、まあ、これがね、ちょっと限界かもわからないですね。でちょっとね、ぐっとね、こっち側に押しましたがね、やっぱりこっち側は、右側はちょっとマシになったけど、左側はちょっとなんか下がってるね。うん、これはもう限界で、以上と。しましょう。ちょっとね、電源もね、なんかおかしいみたいなんでね。これ抜いてもいけます？シガーソケット。え、なんすか？これ抜いてもいけます？あ、別に抜いても大丈夫です。これ抜いて、これね、ちょっと鍵のところにこのアース、はい、差し置いてもらう。はい、ここ、うん、そこつけていてもらって、はい、大丈夫やね。これがね、7ボルトぐらいになったりとかね、こう 13. 点のアンプとか、はい、こう、ま、こうすごいアップダウンするんですよ。これは大丈夫やね。これは多分 ETC 本体、うん、本体が多分飛んで電源が落ちひんだったね。今回はね、30 Estima、多分ね、ステがね、かなり曲がってるんかなと思いますね。治りませんでした。またね、原因が分かったらね、また動画出していきたいと思います。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。